フグの卵巣のぬか漬けフグの卵巣のぬか漬けは、石川県の郷土料理、フグの小ぬか漬けとも呼ばれる。フグの卵巣には、肝などと同様に致死性の高い毒素である、テトロドトキシンが多く含まれているため、そのままでは食用にできない。しかし、石川県白山市の三河地域、金沢市の金井市、大野地区では、その卵巣を2年以上にもわたって使用漬け及び、 ぬか漬けにすることで毒素を消失させ、珍味として販売している。なお、新潟県佐渡市には、フグの卵巣の粕漬け、福井県高浜町に塩や酒粕に漬け込んで毒を抜いた珍味、福の子という似た料理がある。食品衛生法により、食用が基本的に禁止されている卵巣を、この加工法で食品として製造しているのは、日本全国でこの三河、金石、 大野地区のみである。一般的な魚卵に比べて、塩漬け期間が長いため、塩気が強いのが特徴。味は濃厚で、米飯と共に食べたり、酒の魚として、重される。また、強い塩気を活かしてお茶漬けやパスタなど、料理の味付けに活用されることもある。5月から6月にかけて、日本海沿岸で採れた、ゴマフグを解体し、取り出した卵巣を1000リットルタンクに漬け込む。 この際に、約30%もの食塩を加えるため、内部の水分が外に出て卵巣が硬くなる。塩蔵は1から1.5年間かけて行われ、それが終わると水洗いして、表面の塩を除いた後にぬか、米麹、唐辛子と共に一棟損に漬けられる。このぬか漬けの工程では、石の重しなどで木の蓋を押さえて空気に触れないようにし、岩酒から作った石汁が、塩から注ぎ込まれる。 半年内し一年ほどぬか漬けされた卵巣は採取してマウスでテトロドトキシンの含有量を調べた後出荷される。石川県の陽光では基準値は 1g あたり10マウスユニット以下となっている。また、ぬか漬けの後にさらに酒かすに1ヶ月漬け込むとフグのコカス漬けとなる。フグ毒がいかなる要因によって減毒されるのかについては未だ不明な点が多い。 卵巣を塩漬けにする際、塩石効果で脂質が分離し水分と共に外部に積出するが、この時毒素が希釈されるのではないかと考えられている。塩石効果は、ぬか漬けの時期にも続き、テトロドトキシンの量は、塩造時に原料の5分の1、ぬか造時に30分の1にまで低下する。ぬかに含まれるある種の酵素が発酵する際に毒素を、 分解するのではないかという説がかつてあったが、卵巣のぬか漬けから採集された200種類以上の、細菌からはいずれもテトロドトキシンの分解能が確認されなかった上、細菌の培地にぬか漬けを摂取しても、毒量は変化しなかったとの研究結果があり、原毒効果が微生物の働きによるものである、可能性は極めて低い。特に塩蔵児は抗塩性細菌でも活動できないため、 この点からも発酵による分解は考えにくい。フグの卵巣のぬか漬けの製造は、フグ加工に関する資格免許を持つ業者にのみ、許されており、出来上がったぬか漬けは、石川県予防医学協会による毒性検査を受け、毒素が消失したことを確認した後に出荷されている。2005年3月、和島市の朝市で購入したフグの卵巣のぬか漬けによる食中毒事件があったが、 原因となったぬか漬けの加工業者は無免許で漬け込みも1年半しか行っていなかったことが判明している。ありがとうございます。